隠して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 。おい、これさ、もうさ、まずマフマフさんとかですらないしさ、マフマフ自分以外の人を下に見てそう。絶対嫌いじゃん。絶対100僕のこと嫌いじゃない。いや、やっぱりアンチの方も拾っとかんかな、拾っとかんかなと思って、やっぱり余裕でアンチだよ。全部を平等に拾っておこうかなと思って、あの、はい、だいぶ平等主義者じゃない？僕どんな人に対しても。そうですね、あ、確かにイメージはないよ俺は。そういう、え、そうでしょ。ちょっと面白いと思って絶対絶対さ、なんかこうなんだろう、いつもいつもマジでこういうこと超言われる、超言われるから本当にこういうの。あー、面白い、ひどいよ。焼きまろ、焼きまろ、そう、お焚き上げ案件。あー、面白いな。とんでもねえの拾ってきた。マフマフさんすぐ骨折しそう。なんかこれさ、うん、なんか俺の勝手なイメージだけど、うん、なんか歌い手で喧嘩した時に、うん、誰が一番なんかこう肉体的に強いのかってこう考えた時に、うん、多分天月くんだって俺いつも挙げてんだけど、天月くんを。あー、でもやっぱがっちりしてるというか、肩の感じもすごい強いそうやし、なんかフィジカルが強そうじゃない。だから、うん、もし天月くんとマフが喧嘩した時に、うん、おらーってこうなんか肩持ってさ、うん、なんだおらーってこう喧嘩の前のなんかおらーってやられた時にマフはあ、待って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 、あ、折れたってなんか言ったんだなと思って喧嘩始まる前にもうなんか終わってそう、喧嘩と思ってその時にこう、これのコメント面白いなと思って拾った。天月くんはね、人を殴るような人じゃない僕は天月くん人を殴るような人じゃないから、いや絶対でもフィジカルは強いかなと思って。坂田くんはね、天月くんを人を殴る人だと思ってるみたいだけど僕はそうは思ってないから、まあまあ、いや僕も思ってないですよ。どうですかね、フィジカル最強天月くんで最弱マフかもって俺は思ってる最弱と最強が僕の中のイメージで、はい、そんなに弱そうに思われてたんだな。そう、マフ一番弱そう。まあ、でさ、あのパンチンググローブマシーンみたいなのやった時さ、そう、パンチもすごい打ち方面白いのよマフの。まあ、サカタンとかアマちゃんとか結構パンチ力あるよね。ちゃんとしたパンチ打つもんね、うん、なんか体を使った。マフマジでもうなんかマジで何も腰も入ってないようななんか手だけでボーンみたいな。僕とイブ君が本当に終わってるんだよあの手のやつ面白いんだよね。うん、まあなんで、あの骨折しないように気をつけてくださいはい、マフマフさん、くら寿司の寿司は数百円なのでもう無料だと思ってんぞいや、これみんな、いや、これよく聞くわ、よく聞くわこれ。いや、言うて坂田も値段見ないで食べてるだろマジで。でも俺はそうだね、値段見ずに食べちゃってる。え、でもさ、ついつい100円とかさ、150円ぐらいのさ、なんか安めの、うん、百何十円とかのやつを取りたいみたいな気持ちはちょっとあるよ、自分の心の中に。ええ、なんかない、なんか、あ、これ安いなみたいな。本当に、え、選んでるときそうかも。なんか1貫400円とか書いてあると、なんかこれ頼んだらみんなでなんかお会計するとき迷惑かなみたいな思わない。いや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 、え、本当になんか、いや、最後ちょっとポイント上げようとしてたりとか。ちょっとさすがにやっぱみんなのね、お財布とかを心配しちゃうから僕は。嘘だー、坂田はね、最後に逆転しようとしてる。うん、ごめん、悪いけどポイント取らせてもらうよここからここでね、ちょっとね、だいぶ減ったポイントをね。マフ君、自動ドアに反応されない。いや、よくあるんだよなこれ。あんだ。でさ、なんか自動ドアさ、開くの遅くない最近いや、全然思ったことないないし、なんかその自分の歩く速度が速くて自分が先に激突するみたいなことない？いやいやいや、俺そんな思ったことない。え、結構これみんな共感できるもんなの？全然わかんないんだけど。なんかこれってさ、マフが、うん、なんていうか、他のことに集中しすぎてドアにぶつかるイメージと、あとなんか存在感がなんかある意味あの髪型じゃなかったらめっちゃ薄いんやろうなっていう、この2点でおもろいなと思って俺は選びました。いいね。なるほどね。はい、おお、よくあると思うけどね、ぶつかること。自動ドア激突マジで多いんだよ。わかんない、ぶつかったことない。マジか、面白い、うん、なんでだろうな。